はいどうも、ふめえです。では、青葉いちこさんの MARS2027 解説続きいってください。もうね、1年経ってしもうてね、もう長い年月をちょっとお待たせして非常に申し訳ないやね。まあ、いろいろ忙しかったとかなんとか。というわけで、ちょっと続き、さっと行きましょう。で、前回は、歌が、まあ、一回しと言いますか、ちょっと終わって、次のまた同じ A メロですかね。フッチューンからですね。こっからなんですけども、まあちょっと青葉さんは一応このサンフィックのを使って貼りまして、こう親指につけるタイプのピックですね。こういうやつね。これつけると、まあ要するに親指のこう指でやる場合の親指の音がこう一個もピックの音を出しながらもう指が使いやすいという、まあそれがサンピック。僕はあんまり得意でないんで、あんま使わない。こうジャガジャガやるときとか、こうピック普通のやつとはね、若干こう。同じ感じではこう弾けないのでね、ストロークをやりたいときはこうピックなしで中指ら辺でやるのが多いんですけど、まあ今回一応原曲に遵守してそのピックでいってみようと思います。で、こっからはパワーコードというのは、1度と5度の音だけの3度を弾かないコードですね。だいたいこう例えば C メジャーとかやとドミソドミソ、ドが1としたら1 2 3 4 5 1 3 5、まあ普通のちょっとこうメジャーなコード、まあいわゆる3和音というやつやとだいたいこうで、この真ん中の3が半音下がるとマイナーになるんですけど、このメジャーマイナーを判定するこの3度を外してドとソだけ、これパワーコード言いました。で、今回だと I can love といくわけですけども、まずここ最初の一番最初のコードはじゃあ F マイナーに当たる、マイナーかどうかはまああれやけど3度がないからあれやけど、まあとりあえず F ですわ。で、パワーコードはこう音を2個だけ鳴らすのと、こう3つ鳴らすパターンがあるんですけど、この曲だと3つのパターン、4,5,6 弦を鳴らします。で、最初のコードで言うと、6弦から6弦1フレット、5弦3フレット、4弦3フレット。これをで、ここでこう、なんかこうなりすぎるなという場合は、このブリッジミュート、この辺をブリッジ、この辺っていうか、ここブリッジっていう、ここをこう、この辺、手首の付け根の辺、まあ、やりやすいところでいいんですけど、これの当て具合で、切れ具合を調整できるんですけど、これで、っていきます。で、これで、ずっと、ちゃずっと、ちゃず。手の形のまま2フレット上がるわけですね。6弦3フレット、4弦5フレット、違うな、6弦3フレット、5弦3フレット、6弦3フレット、5弦5フレット、4弦5フレットか。これを一瞬かまして、で、またさらに半上がって、6弦4フレット、5弦
6フレット、4弦、6フレット。やってみると。ここから右のパターンは基本ずっとほぼ一緒で、くずつちゃつつつちゃつ。で、さらに2フレット上がる。1、2、3、4、5、6。6フレット。6弦6フレット、5弦8フレット、4弦8フレット。このね、パワー弾くときのポイントですけども、弾くのが4、5、6弦だけやから、4、5、6弦だけ引き押さえて、4、5、6弦だけ弾いて、こうやったらいいわっていうんではなく、できたら1、2、3弦は弾かないけど、この辺の人差し指の腹とか、小指とから辺で、できる限りミュートしましょう。すると、こう、ピリピリピリってこうならないと。だからこう右手はね、なるべくこう3弦だけ弾くというよりはミュートをしっかりした上でどの弦弾いてもいいぜという感じで、それとも力強く弾くところが力強く弾けるストーブがで、ここで、これの次はこの指の形のまま弦移動します。次はここ5弦4フレット4弦6フレット3弦6フレットこうここでちょっとだけねアクセントが変わりますね。じゃん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 こうずっとじゃずっとで、次はそのまままた2フレット動いて、5弦1、2、3、4、5、6フレット5弦6フレット4弦ここどこや1、2、3、4、5、6、7、8 4弦8フレット3弦8フレットでじゃん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 最初と一緒やね。このじゃん何もやらず弾いて大体12フレットら辺から6弦をグリスで上げます。通してやってみましょう。で、またご一緒。2回目はこう「ジャン」やったけども2回目は「ジャジャで「ちゃう」わけですけども、じゃん、10分ぐらいか、ちょうどいいじゃないか。じゃあ、今回はここまでで、続き、次の動画で。よろし。